ベースのレイです、今日はサンキュー・フォー・オールボリューム5の撮影に、まずはハイパーコアさんの方に来ております。ですね、今日なぜハイパーコアさんかと言いますと、ハイパーコアさんとの付き合いは、デイジストリッパーのワンマンライブですね。その時にこう物販のコラボとして、久志さんと一緒にコラボさせていただいたんですけども、このテイストがすごい好き でよくこうやっていろいろとなんかバンドのうちでいう風見のドラムのヘッドとかもハイパーコアさんの方でこう書いてもらってるんですけども、それがまたインパクトがあってこうファンの子からもねすごい愛されてる、このハイパーコアで撮りたいなと思い今日は撮影に来ましたけども、今日僕自身もこうハイパーコアさんの T シャツを着させていただいております。またなんか違った自分が撮れてすごい良かったなって思うんで、ぜひ読者のみんな見てください。あとですね、内容なんですけども、僕の昔からの過去のこととかいろいろと振り返って、なんか今までみんなに言ったことないような内容のこといっぱい入ってるんで、ぜひ見てほしいなと思います。楽しみにしていてください。レイでした。